答えて。オレ流質問箱。答えてオレ流質問箱。では早速行きたいと思います。小学校5年の三男が学童野球に取り組んでいます。もし覚えていらっしゃれば、落合さんが小学生だった頃、野球にどう取り組んでいたかを教えてください。私はきちっとした良いフォームでキャッチボールと素振りをすることが大切だと思っています。野球をやるか相撲をやるか、まあ俺の小さい頃っていうのはまあどっちかだったんだけども、まあ、野球っていうことに遊びの一環としてね取り組んできたっていうのがあります。で、まあ学童野球、小学校5年生から出なければできないものが小学校4年の時から学童野球に入ってやってたっていうこともあるし、まあそれだけ野球がうまかったっていうこともあるしね、まあ自分でうまかったっていうと変なんだけども、でも野球を教えてくれる先生とか監督っていうのは誰もいませんでした。まあ自分が好きなことを好きなようにやるっていうのが一番で、まあまして小学校の頃っていうのは技術を教えてもそんなに長続きはしないだろうっていうようなことで、ただ人がやってることを見よう見まねでやるっていうのがほとんどでした。まあでもここにあるように正しいキャッチボールの仕方と正しい素振りの仕方っていうのは、これは間違いではないと思います。ただこのお父さんが考えている正しいキャッチボールの仕方、正しいスイングの仕方っていうのがどこまでのレベルの正しさなのかっていうのがちょっと分かりかねるんで、それはもし聞く機会があったら専門家に正しい投げ方、正しい素振りの仕方っていうのはどういうことですかっていうことを教えて、それを小学生に自分の子供に教えるっていうことが一番大事なんだろうと思います。で、基本っていうのは活躍してる選手がやってることを見よう見まねでやるっていうのが主流になってきてるんでね、基本をおろそかにして野球をやるっていうことが大半になってきてるんで、で本当の意味の基本っていうのはどういうことなのかっていうことを勉強しながらでも教わりながらでもやっていくっていうことが大事なんだろうと思います。でも今の指導者というのはほとんど基本動作というのを分かっているようで分かっていないという、自分の中で解釈する基本動作というものが主流なんで、まあその辺をどうやって見極めていくかというのが非常に大事なんだろうと思います。でもこのお父さんが言っているように基本を教えていくというのは大切なんじゃないのかなというのはその通りだと思います。はい、次。オレ流質問箱。高卒でのプロ入りについて、引退後のことも含めるとどうお考えですか。進路を選べるなら大学や社会人に進んだ方が一般社会にも転身しやすいのではと考えています。プロに入った以上はプロで対戦するっていうことを考えて入ってくるんで、大学で社会人でっていうことよりも、高卒でそれなりの実力があるんだったら高卒で入った方がいいと思います。高校でドラフトかかるっていうのはまあ青互いっていうのもあるし、まあ、そこで漏れた人がもう一回チャンスを求めて大学に行く、社会人に行くっていう、そこで認められてプロに入って一旗あげようかっていうようなことが考えられるんで、まあこの人が言うように野球をやめてからの進路を考えるっていうようなことは、プロに入ってくる選手に関してはその意識はほとんどありません。この世界でどうやって対戦するかっていうことだけを考えてるんでね、野球をやめてからの生活は長いんで、うまいこと就職できるかできないかっていうのは
まあ今の時代だったらその人の後援者がどれだけその人に尽くしてくれるかっていうようなことが大半だなんだろうと思うし、まあ野球辞めてからの身の振り方とかっていうのはそんなに考えてないんで、辞めてから考えるっていうのがね、まあ主流だと思うんで、まあその辺は高校を卒業してプロに入った、大学社会人出て、プロに入った、あまり、大差はないと思います。そんなもんでいいですかね。はい、次。次の質問何かな。以前に相撲を好んで見るするというお話を伺ったことがあります。今までの力士で一番の贔屓の力士はどなたでしたか。見ることは見ます。でするっていうことは、まあ、小学校中学校の頃にね、まあ、冬は相撲を取って遊んでるっていうようなことでやってました。一番の贔屓の力士、強いてあげると秋田県出身で、大関にまで上り詰めた清國、この人を応援してました。大関になって優勝して横綱昇進がかかってるっていう場所で、まあ、もともと頭からぶつかっていく力士で、首筋を痛めたっていうようなことがあってね、横綱にはなれなかったけども、非常に強度の力士として応援していました。まあ、その後に親方となって、部屋持ちになって、後進を育ててましたけども、強いてあげると清國関ですね。はい、次。いつも楽しく見ています。突然ですが、僕は納豆が食べられません。どうしたら食べられるようになりますか。食べられないものを無理して食べる必要はないと思うけども、どうしても食べたいんだったら、納豆っていうのはこういう味なんだなっていうことを食べてみて、自分で体験してみて、あ、これだったら食べられるっていうふうに思うかもわかんないし、食べれない人のほとんどっていうのは、あの納豆の臭みとあの ネバネバしたものが精神的に受け付けないっていうようなことなんだろうと思います。それに慣れれば、納豆っていう栄養があってうまいんだよ。良薬口に逃がしっていうような言葉あるしね、まあ、納豆は体にいいんだっていうふうに言い聞かせて、食べる努力をしてみてください。納豆を好きになるかも分かりません。以上。納豆ネバネバ。納豆ネバネバ。それじゃね。いつも質問ありがとうございます。